今回は無限の塔33回をやっていきます。リーダーはゴールデンカムイコラボの杉本サイチ&アシリパです。なぜこのキャラかというと、火染めできる衰弱耐性リーダーを持っていなかったからですね。いやー、まともなリーダーいない分このクエストだけ地獄を見ました。グダグダで長くなったので色々カットしていきます。まずこのクエストはギミックがチェンジと弱体です。そしてチェンジに関してですが、おそらくですが、のどれか3つにチェンジさせられるものだと思います。少ししかやってないので確定ではありませんが、この3つしか出なかったので多分そうじゃないかと思いますね。そして雑魚は5文字や6文字のバリアがあるので5文字以上は必須です。デッキ奥のパターンはイジクやウジクいろいろありそうですが、自分は5文字デッキにしました。小、中、などの文字のキャラを用意してこのクエストだと6文字作るやり方ですね。弱体とチェンジはバランスよく入れてないとうまく火力出せなかったり文字が繋げません。どちらかといえばチェンジの方が優先度は高いと思います。チェンジに対応しないと、そもそも文字が繋がらないことが多いですからね。あとは雑魚が毎ターン攻撃してくるのとボスが1万の先制攻撃を毎ターン打ってきます。ダメージの総量としては大したことはないですが、ターン数かかる場合はやはり回復が必要になってくるので、適度に回復キャラで回復していきましょう。弱体マスを踏むと回復量が落ちるのでそこが注意です。あとはもうこのショボデッキでひたすら6文字作って削っていくだけです。光属性はもちろんダメージが通りにくいし、A 種族以外アタック倍率が 100% しかないので、とにかく火力がポンコツすぎてきつかった。試してはないですが、おそらく最近流行りのインテッドリーダーでアガットとか入れてると、多分1ターン目に7文字入れればワンパンできると思うので、そちらができる方は、そちらを狙ってリタマラした方が早いし楽だと思いますね。先制攻撃があるので耐性なしでやる場合はワンパン必須だと思います。成功法でやる場合は衰弱耐性リーダーが必要なんですが、火染めできる衰弱リーダーって何体ぐらいいるんでしょうね。一応ザントランとかは衰弱耐性ですが霊種族縛りなので、このクエストにはとても向いてませんね。ちらっとクリアパーティー見た時は修正などでクリアしていた人もいましたし、そちらでやるのもいいかもしれません。しかしメンテナンスちゃんとかいつぶりに使っただろうか。俺が求めるのは真実だけだ。あー、もう信じられるのは真実さんだけだ。雑魚を倒すと怠慢になりますが、ボスの弱点は最初は7文字になります。作れないわけではないだろうけど、ほぼ無理だと思うので、確実に5文字以上狙っていきましょう。2ターン目は弱点が6文字、3ターン目は5文字と徐々に弱点が狙いやすくなっていきます。ほぼ全く削れなくて草。次の月までにはこのクエストだけは何かしら対策しておかないとまずい。月に1回だけなんて多少時間かかっても別にいいっちゃいいんですが、さすがにこのぐだり具合は二度とやりたくはないですからね。あとは3ターン以内に倒せないと雑魚とギミックが当たり前のように復活するんですが、雑魚の HP が半分で復活するので1回目よりは倒しやすくなってます。なので時間かかる人も多少安心してください。ボスの HP 半分しか削れてねー。あとは最初と同じ繰り返しなので、雑魚処理まで飛ばします。真実だけだ。で、2回目のボスとの怠慢でも1回目より楽になっている部分があります。先ほどは最初は弱点が7文字だったのですが、今度は最初から弱点が5文字に緩和されています。というわけで1回目よりは削りやすいので、頑張ってこの3ターン以内に倒し切りましょう。さすがに2回目の怠慢で倒し切れないとターン制限でゲームオーバーになると思います。まあここまでグダってる人そんなにいないと思うけど。てな感じで初クリアは11ターンかかってしまいました。ワンパンラインがどのくらいかわかりませんが、火の衰弱耐性リーダーいないなら、そちらを狙った方が良さそうですね。コンフォーゴリーダーとかでもいけるレベルだといいな。もし他にこんなリーダーで意外と楽にいけるよみたいなやり方があったらぜひ教えてください。それではご視聴ありがとうございました。